1946年11月、ウィリアム・ホット・リーブ撮影。デビッド・ロイ・エルドリッジはアメリカのジャズ・トランペット奏者。愛称、リトル・ジャズ。スウィング・ジャズ時代に最も影響力を持ったミュージシャンかつビバップの先駆者とされる。ペンシルベニア州ピッツバーグ生まれ。父親は大工、母親はピアニストであった。5歳でピアノを始め。 早々にちゃんとしたブルースリックを弾いたという。この頃、バイオリン、アルトサックス、クラリネットで音楽の才能を示していた3歳年上の兄、ジョーを目標としていた。6歳になると、ドラムスのレッスンを受け、地元の教会バンドで演奏するようになった。この時たまたまビューグルを吹いたエルドリッジに、兄がトランペットを始めるよう勧めたが、乗り気ではなかった。11歳の時に、母が死去し、 すぐに、父が5歳を設けると、エルドリッジは、実質に何時間も引きこもり、トランペットの猛練習を行うようになった。駆け出しの頃には、多くのバンドを、ある時は弾き入いある時は参加し、アメリカ中西部を、くまなく演奏して回るようになった。9年生で高校を退学させられ、家出して16歳で、旅芸人の一座に参加するも、一座はすぐに解散し、 オハイオ州ヤングスタウンに取り残された。そこで、グレーターシーズリーカーニバルなる一座に拾われたが、メリーランド州カンバーランドで巡業中に、黒人である彼は人種差別に直面し、ピッツバーグに帰った。地元ですぐにトラベリングロックダイナショーに参加し、たまたま当時のエルドリッジの演奏をカウントベーシーが目撃している。ベーシーは、後年、 僕の人生で、これまで聴いた中で最も偉大なトランペットだったよと、語っている。ツアーバンドでの演奏は17歳まで続けた。20歳の時、自身のバンド、ロイ・エリオットと彼のパレスロワイアル・オーケストラを結成。マネージャーによる命名であるといい、エルドリジ本人は、この方が格式が高いと思ったんだろうと、10回している。結局バンドは脱退し、フレッチャー・ヘンダーソンの弟、 ドレス・ヘンダーソンの楽団、フレッチャー・ヘンダーソン・ストン・パーズ、ママ、のオーディションを受け、参加。その後デトロイトで多くのバンドと演奏してから、スピードウェーブのバンドと共に、中西部のツアーに出る。その後、メンバーは、エルドリッジをリーダーとしたバンドを結成したが、短命に終わった。エルドリッジは、ミルウォーキーに移り、その後生涯の親友となるジャボ・スミスと知り合う。 1930年冬にニューヨークに移った後、セシル・スコット、エルマース・ノーデン、チャーリー・ジョンソン、テディ・ヒルラのバンドを渡り歩く。この頃、デューク・エリントン楽団の夫・ハーディックが、エルドリジに演奏の凄さと身長の低さをかけた、リトルジャズのあだ名を授けた。また、初めて録音とラジオ放送を自分のバンド名義で言った。1935年、 エディヒルトの録音において、初めてソロ演奏を披露し、すぐに人気が出た。有名なナイトクラブ、フェーマスドアで、自分のバンドを率いるようになったほか、1935年には、ビリー・ホリデーと、ホワット、エイリトル・ムーンライト・キャンドゥー、ミス・ブラウン・ツー・ユーなどを、ディキシー・ランド・スタイルで録音している。同年、フレッチャーの楽団に参加した際は、ボーカルも担当している。同楽団では、 1936年に辞めるまで、クリストファー・コロンバス、ブルー、ルーなどでソロを取った。こうして、彼のリズミックなスイングは、この時代のジャズのトレードマークとなり、1930年代半ば以降、ルイ・アームストロングの後継者はエルドリジだと評されるようになる。1936年秋に、シカゴに引っ越した。同年、兄ジョーと共に、 サックスと編曲を担当した7人組バンドを結成。アフター・ユーブ、ゴーン、ウォバシュ・ストンプなどで長いソロを取った録音を残した。音楽業界の人種差別にうんざりした彼は1938年に一旦音楽活動を停止し、無線工学の勉強をした。1939年に復帰し、10人組バンドを結成。 ニューヨークのアルカディアボールルームに落ち着いた。1941年春、ジーン・クルーパー楽団に参加。白人バンドに入った初の黒人音楽家となった。ここでは、新人歌手、アニタ・オデーと共演した。ノベルティ・ソング、レッド・メ、オフ・アップ・タウン、ノック・メ・ウィズ、エイキスなどをヒットさせる。この時期の最も有名な録音は、ベニー・カーター編曲による、ホーギー・カー・マイケルの、 ロッキンチェアである。1943年夏、クルーパが大麻所持の容疑で投獄されて、バンドは解散する。翌年、アーティショーのバンドに参加。ここでも、また人種問題があり、脱退して、自身のビッグバンドを組んだが、経済的に失敗。小編成での活動に戻った。第二次世界大戦後は、ジャズアットザ・フィルハーモニックの一員として、ツアーを行った。 JATP のリーダー、ノーマン・グランツは、エルドリッチこそが、ジャズの精神の象徴だとし、彼はステージに現れると、ベストを尽くす。どんなコンディションでも、何事にも集中する。彼はわざと尻餅をつく時も、安全にじゃなく思いっきりやるんだ。ジャズってそういうものじゃないかなぁと振り返っている。1950年、ベニー・グッドマンとのツアーのためパリに滞在。 1951年にニューヨークに戻り、バードランドでバンドを持った。1952年から1960年代初期に、コールマン・ホーキンス、エラ・フィッツ・ジェラルド、アール・ハインズらと共演する傍ら、ノーマン・グランツとの録音も行った。1960年には、アビー・リンカーン、エリック・ドルフィー、ケニー・ドーハムらと共に、チャールズ・ミンガスとマックス・ローチが率いた。 ジャズアーティス・ギルドで録音。このセッションはアルバムニューポート・レベルズとして残された。1963年から1965年にかけてエラ・フィッツ・ジェラルドと1966年にはカウント・ベーシートツアー。その後はフリーの立場でフェスティバルなどで演奏した。1969年から数年間マンハッタン西54丁目の ジミー・ライアンズ・ジャズ・クラブでハウスバンドを持った。1970年に脳卒中で後遺症を負った者の,の復帰を果たし、ボーカル、ドラムス、ピアノをこなした。作家のマイケル・ザーポロは1970年代以末にライアンズ・ゲロイを見て、まだ高音を弾けさせられるんだと思ってびっくりしたよ。彼の健康が心配だった。米紙の静脈が浮き出ていたからねと回想している。 1971年、ダウンビート市のジャズの殿堂入り。1980年に心臓発作を起こして、以降は一切の活動ができなくなった。1989年、ニューヨークのバリーストリームのフランクリン総合病院で死去。78歳没。妻、ビオラが亡くなった3週間後のことだった。彼が最初に影響を受けたのは、レックス・スチュワートであった。 サックス奏者のベニー・カーターや、コールマン・ホーキンスから影響を受け、フレッチャー・ヘンダーソン楽団、ザ・スタンピードにおける、ホーキンスのソロをコピーすることで、自身のスタイルを作った。また、レッド・ニコルズからの影響も公言している。本人によると、初期にはアームストロングからは影響されず、1932年にアームストロングの研究を始めた。 代理コードを含む洗練された火星とソロ演奏の名人芸は、ディジーガレスピーに強い影響を与えたとされる。ジーン・クルーパがエルドリジラバンドメンバーととともに、あるレストランで食事をとっていると、その店の支配人がクルーパに、黒人と同じテーブルで食べるなと告げた。怒ったクルーパは支配人と殴り合った。留置場に数時間止め置かれたクルーパのために、エルドリジは、 罰金を支払った。ありがとうございます。